毎朝6時チャンネルむっちゃ今日使える日本の歴史、毎朝皆さんとお会いできることを楽しみにしております。よろしく。こんにちは。第73世竹野俊介、竹内睦です。今日は2月20日と言っていいと思うんですが、20日です。出雲のお国が江戸城内で歌舞伎始めをしました。江戸城内で心を込めて命を懸けて踊りますと、お国は言いました。もともと北の天満宮で踊っていたんです、出雲の国は。そしてその時笛を吹いていたのが、名古屋三三郎という人です。実はこの名古屋三三郎って本当は徳川家康の隠し子じゃないかと言われてるような人なんです。謎の人なんですけどね。そういったことがありました。そして歌舞伎が始まった。やはりこのお国歌舞伎から始まってます。もともとは念仏踊りだったんですよ。その念仏踊りをお国は出雲って聞いてますから、当然念仏とは関係ないんですよ。巫女のはずなんですが、出雲は お国から始まって、で、まあその後若衆歌舞伎とかになったんですが、若衆歌舞伎になると、これはうちの番組だから言えますが、猛砲になるんですよ。ホモになっちゃうんですよ。ですからそれはまずいってんで、幕府が禁止したい野郎歌舞伎って言って、だいぶ変わったんです。実はその猛砲の前に女歌舞伎っていうのがあったんですよ。だから順番的にはお国歌舞伎、女歌舞伎、若衆歌舞伎、野郎歌舞伎ということで、暗記法としてはお国は女で若い野郎と覚えておくと、歌舞伎の歴史わかると思います。お国はね、女で若い野郎になるんです。あの女歌舞伎の時はその人たちがどっちかっていうと、まあ男子と交わるっていう感じになりますから、アイドルですからね。で若衆になって、もう女は踊ってはいけないっていう命令が出たら、そしたら猛砲な少年たち、美少年たちが出て、ジャーニーズが来たんですよ。でその後今度は、野郎歌舞伎になったんですけどね。そして市川團十郎、坂田藤十郎とかが出てくるわけです。にらみを聞かすわけですね。そんな感じで、歌舞伎師というのは、ここでまあかなり大きくなりました。そしてこの日は志賀直哉が、生誕した日です。ちなみに僕、正直言いましょう、志賀直哉、小説の神様と言われてますが、まあ僕は小説を書けるレベルではありませんが、いつか書きますけど、でも志賀直哉嫌いです。でこの人ね、住んでんのが高田馬場なんですよ。僕も高田馬場に住んでますから、高田馬場で家近いんですけど、ボーンってね、なんとね、山田線に引かれてるんです。これ嘘じゃないですよ。志賀直哉の有名な小説の城崎にてっていう小説の冒頭に書かれてます。山手線で引かれて今城崎に料理に来てるって、バカじゃないの。山手線に高田馬場駅で引かれてボコーンで城崎に来てるって感じで書いてるんですけど、実はですね、高
高、あの、ここは問題あるんですけど、志賀直哉がボロコス言って潰された小説家に、太宰治がいるんです。太宰治もなんか変なことあります。女の人と心中して、バーンと飛び込んで、女の人だけ死んで、自分助かって、また女の人と死んで、心中して、また自分だけ助かってって、おいって、3回目ようやく心中したっていうのが、太宰治って男なんですが、これもうボロクソが入ってるんですよ、志賀直哉。小説の神様は批評家でもあるから。でもこの志賀直哉の家と太宰治の家は5分離れてないんですよ。すぐそこなんです。なんでこの二人すぐそこに住んでるのかよくわかりません。ただ最後太宰治は、玉川上水で自殺、心中を、刊行しようやく死にました。だけどその時、太宰治って新聞に連載小説を持ってたんですよ。連載小説持ってるやつが心中されても困るんですよ。いや、話題性はあると思いますけど、連載小説中に死なれたら、作家がいなくなるんですから。しかも、連載小説のタイトルが、なんと、グッドバイなんです。グッドバイっていう小説なんですよ。本当にグッドバイしてくれましたよ。そんな太宰治です。まあ皆さん、いろんなことがあります。小説家って大変ですよね。また明日。